だからそういうこともあるし、そういう楽器の問題っていうこともありますし、あとは、なんて言うんでしょうかね、そのパッションじゃないですけど、まあ、情熱、音楽の、なんであんなに、まあちょっと冷めてみれば、なんであんなに興奮してるのみたいな、うん、でもそれに巻き込まれてしまうようなものはあったと思うんですよね。で、やっぱりその中で自分の中でなんか対策ではないんですけど、やっぱりそれにちょっとね、対抗しないとやっぱりこの潰れてくるわけじゃないですか子供とはいえ、だから一生懸命勉強もしたと思うんですけれども、ただそう、まあそういう影響はありますが、ただあんまりにもその強すぎて悪い影響も受けてしまったっていうのも実際あると思うんですけども、例えば実際の的なものの話で言いますと、双方的な問題で、やっぱり合理的ではない双方を強いられると、親指を出しちゃいけないとかね、左手で、そのなんか肘をつけなくちゃいけないとか、そういう不合理なことまで、まあでもそこまであの、まあ、不合理で、今となっては不合理であるものも確信を持って言われてしまうと、はいって素直にね従わされるので、まあ、それは後で改良するのにすごい時間がかかったんですけど、まあ、そういうようないい面も悪い面も含めて何か決定的な、影響を与えられたけれども、別に決定的と言ってもやっぱりそこから自分が気づいて変えなくちゃいけないところもあったり、だからその変えるエネルギーっていうのもやっぱりすごい後で必要になりますよね。うん、